それではいよいよ実演の締めくくりとなります赤穂の杉の急降下を行います。披露いたしますのは大塚鷹城と田子守隆です。これは電通ビルの屋上210メートルに待機している鷹城の手から放った鷹を地上の鷹城が振り場とで呼び、この芝生の上に下ろすものです。ご存知の方も多いと思いますが、ビルの屋上は風が強く、ビルの谷間には非常に複雑な風が吹いております。このためちょっと軌道から外れるとビル風に吸い込まれ流されてこちらを見失ってしまうことがございます。また園内を縄張りとするカラスたちが追い払おうと攻撃に来るため、鷹も思うように飛ぶことができない場合がございます。この場合にはこちらが迎えに行ってあげることになります。この日のために鷹城と鷹は訓練を続けておりましたが、今スタートをいたしました。今真上の方、こちらですね、真上の方に飛び立っております。こちらですね、はい、少しカラスが追い払いに来ていますけども、絵を描いて飛び立っております。こちらの立ち木の方に止まりました。量は多いですけども、リハーサルより非常にいい状態で飛び立っております。今から振り場とで、あちらの立ち木から、赤尾のすりを呼びたいと思います。少しカラスが縄張りを主張して、カラスの量も増えてきましたけども、こちらの鳩には気づいておりますので、はい、今飛び立ちました。カラスの攻撃がありますが、あちらの立ち木に止まっております。リハーサルでも、あちらの電通ビルから急降下いたしまして、あちらの木に止まったんですけども、リハーサルと同じ木に、止まってちょっと気に入ったのかもしれないんですけども、はい、今こちらで地上の方で鳩を振って呼びたいと思います。
スの攻撃に遭っておりますが、もう少しのちょうどいい気に来ました。はい、こちら少しいい状況じゃないでしょうか。はい、お客様はそのままご観覧いただけますようお願いいたします。少しずつ少しずつはい、近づいてまいりましたので、こちら今電通ビルの大塚隆女と連絡を取っておりますが、この赤尾のすりはすごい非常にスタートのいいスタートで切って地上に降り立ったということで、かなりもう鳩を振った瞬間に反応があったということで、リハーサルより非常にいい状態で飛んでいたそうです。木に、止まりました。やはりこのようにカラスが縄張りを主張してどん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 量が増えてきてしまっているんですけども、あともう少しという形なのでもうしばらくお待ちくださいませ。Thank you.